はい、めチャンネルです。今日はね、1月12日、東京ディズニーランドの方にやってきております。今ね、ベリーベリーミニーのね、ショーのパレードをね、見てきまして、これからね、お昼時ということもありまして、お昼、ランチをね、食べに行きたいと思います。で、今ね、ミニーちゃんのね、料理がいろいろ出てますんで、その中でもね、一個ね、プラザパビリオンのね、スペシャルセットを食べに行きたいなと思っております。じゃあね、行ってみましょう。はい、今ね11時45分ぐらいですが、このぐらいのね今列ができているような状況ですね。はい、こちらがねプリマハムが提供するね、プラザパビリオンでございます。開拓時代のアメリカ西部に立つ美しい装飾に縁取られた切り妻屋根がね、目印のレストランでございます。明るいパティオはね、東京ディズニーランド最大の広さです。トイレを持ってね、トレーを持ってね、自分で料理を運ぶ、バフェテリアサービスのレストランでございます。はい、今日はねこちらのスペシャルセットを食べにやってまいりました。可愛いですよね。でこのねハンバーガーをね、バンズに挟んでハンバーガーとしてもね、食べることができます。あ、ハンバーグですね。ハンバーグをバンズに挟んでハンバーガーにすることができます。ややこしい。こんな感じでね、めちゃめちゃ美味しそうですね。挟むやつ。セットのデザートでございます。これね、パン挟むね、ペーパーもらえていいですね。これも可愛いです。はい、スープも美味しそうですね。はい、そしてね、パンも。まあね、お子様、スーベニアのプレートも可愛いですよね。スペシャルセットね。ハンバーグの中にベーコンも、ね、挟まってて結構ボリューミーですね。早く現物を見たいですね。はい、今ねスペシャルセット頼みましてここに到着しました。がね、スペシャルセットがこちらです。じゃん。はい、ハンバーグとかねベーコン挟まって結構ボリューミーですよね。ポテトとこれなんでしょう、アボカドかなんかかな。美味しそうですね。で、このね、ハンバーガー、このハンバーグをね、挟めるバンズ、ハンバーガーにですね、することができます。これかね、ライスをね、注文することができます。今日はね、ハンバーガーにしてみたいなと思いましたんで、バンズをね、チョイスしました。はい、そしてね、ミネストローネですね。中にはね、サワークリームがね、入ってるようです。で、ドリンクはね、外寒いので、ホットティーをね、注文いたしました。そして、デザートにね、ホワイトチョコレートムースが、ございます。はい、アイスだったらちょっと寒いですけど、ムースだったらね、この季節でもいいですよね。でミニーちゃんのねリボンがついていて可愛いですね。でいちごってブルーベリーのソースかなんかでしょうかね。それでベリーベリーということでしょうね。うまくできてます。はい、じゃあね食べていきたいと思います。まずねバンズで、挟む前にねそのまんまのハンバーグを食べてみたいと思います。この間のクリスマス前のね、ハンバーグのスペシャルセットより、気持ちね、サイズ感がコンパクトになってますけど、2枚ね、ついてますんで、はい、いただきます。うん。すごくね、なんていうんですかね、肉がね、ずっしり詰まってる感じ。美味しい。で、この緑色のソースね、なんでしょう。ちょっと多分アボカドじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。うん、アボカド。美味しいです。じゃあね、早速ちょっとバンズにね挟んでやってみたいと思います。お好みでねバターもついてますんで、バター塗ってね、バンズに挟んでみてください。はい、今ねハンバーガー作ってみました。これがねこちらです。どうですかこれ、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。ちょっとね見栄えでポテトをねトッピングしてみました。こんな感じ。ちょっとね食べづらそうですけど食べてみたいと思います。はい、でね、先ほど注文時にね、手渡されたこのミニーちゃんのね、ペーパーをに巻いてみました。やっぱりね見栄えがいいですよね。映えますね。裏もねミニーちゃんのリボンがシルエットがついてて可愛いですね。
はい、じゃあね、このバーガー食べていきたいと思います。めくってね、ちょっと紙ね、もったいないですよね。もうこのままこのペーパーだけ持って帰りたいぐらいの感じです。じゃあ、いただきます。うん、はい、本当にね、今一口頬張りましたけど、肉汁もね結構出てきて、ベーコンとね香ばしさも口の中に広がって、誰かがねよく言ってた口の中が宝石箱みたいなね、よく言ったもので、まあ、そんな感じです。美味しい。続いてね、こちらのミネストローネ食べていきたいと思います。こうやって混ぜてね、あ、結構ね具沢山ですね。すごい、こんな感じ、具沢山です。はい、じゃあね、ミネストローネいただいていきます。うん、これ美味しいですね。サワークリームがねすごくまろやかな味にしてくれますね。この皮に酸味があってね、美味しいです。うん、美味しい。ジャンボリミッキーがね始まりました。前回ねここでご飯食べてた時もね、時間帯のあれもあるんでしょうけどね、ジャンボリミッキーが始まった時間帯でしたね。あれ行けばよかったの、ダッキークリー。はい、続いてね、ホワイトチョコレートムースの方ね食べていきたいと思います。可愛いですよね。はい、これね、ミニーちゃんのリボン、可愛いですね。これなんだ、やっぱこれもチョコなんでしょうかね。いただきます。うん、チョコ、うまい。じゃあね、こちらのホワイトチョコムースね、コーンにちょっと乗ってね食べていきたいと思います。うん、美味しい。うまい。はい、ごちそうさまでした。結構ねやっぱボリュームがね、あって、男性でもね非常に満足できる量じゃないかなと思います。うん、ただね今日は外だとねやっぱちょっと寒いですね。はい、でね、今の期間限定で、ディズニーランド、まあ、ディズニーシーもそうなんですけどね、ハンドウォッシングエリアのね、方でミニーちゃんのね泡が出てくるというのがねありますので、そちらだけね今日ね、行きたいなと思ってます。一応ねディズニーランドの場合だとクリッターカントリーの方と、あとトモローランドに置いてあるね、ハンドウォッシングエリアの方でそれがねできるということです。なので、まあ一応ね、今ここからは、トモローランドの方が近いんですけどね、トモローランド皆さんね、場所をご存知だと思いますんで、こちらのね、クリッターカントリーの方で、ちょっと体験をね、してみたいなと思います。じゃあね、お腹も満たしましたんで、これから行ってまいります。はい、クリッターカントリーのね、ハンドウォッシュエリアの方にやってまいりました。はい、でね、こちらの方もね、ちゃんとミニーちゃんのマークに変わってるんですよ。すごくないですか。はい、じゃあね、実際にやってみたいと思います。はい、全く分かりません。もう一回やってみようかな。はい、ソフトクリームみたいになっちゃいましたね。はい、うまくていくとね、こんな感じで、雰囲気わかりますかね、こんな感じになります。かわいい。はい、今ねやってみました。なかなかね結構難しいんですけどね、ぜひお越しいただいた際にはね試してみてください。こちらの、ね、クリッターカントリーの方とトモローランドの方でね、試せますんで、ぜひ試してみてください。はい、今日はね3連休の中日ということでしたけど、意外とね、思ってたよりは混んでいなくてですね、制限とかもかかってないような状況でございます。まあね、今日今もう2時ぐらいになりますけどね、そろそろ今日は、パークの方アウトしたいと思います。じゃあね、今日の動画はこちらで以上になります。この動画がねためになった、参考になったという方、ぜひ高評価ボタンとねコメント気軽に残していただければ、ありがたいです。で、概要欄の下の方にですね、ツイッター、LINE、インスタグラムやってますんで、合わせてねフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、こういった動画どんどんお届けしていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。